ノルウェー労働党は、ノルウェーの最大の政党で、社会民主主義政党、社会主義インターナショナル加盟政党、1887年に創設、1921年から1923年までの一時期、コミンテルンに加盟、1928年最初の労働党内閣が発足したが、2週間しか続かなかった。1930年代には、 革命的特徴は消えうせ、改良主義路線を取った。1935年から1965年まで政権を担う。以後、今日までたびたび政権を担い、ノルウェーの福祉国家の完成に貢献した。2011年7月22日、オスロ近郊にあるウトヤ島で党の青年部が主催した集会において、警察官に偽装したキリスト教原理主義者のアンネシュ ベーリング・ブレイビクが銃を乱射し、90人以上が死傷した。2013年9月9日に行われた総選挙では、保守党を中心とした中道派連合に敗北し、下野した。ブークモールでの表記。2位の区では、パートイライアー ABC、ノルウェー労働党ノルウェー労働党、デッド・ノースキー・アーバイダー・パーティット、コットバンク。 ブリタニカ国際大百科事典小項目事典。2019年10月23日閲覧。ボルフラム・ノード・シエック・ノーウェイ。パーティーズエレクションスイン・ヨーロッパ。2019年10月23日閲覧。2位の宿では、デッド・ノースキー・アービーター・パーシット2013年、ノルウェー総選挙結果。ありがとうございます。